エゼキエルの預言。主は言われる。人の子よ、私があなたに語ることを聞きなさい。あなたは反逆の家の湯に背いてはならない。口を開いて私が与えるものを食べなさい。私が見ていると、手が私に差し伸べられており、その手に巻物があるではないか。彼がそれを私の前に開くと、表にも裏にも文字が記されていた。それは、哀歌と、うめきと、嘆きの言葉であった。彼は私に言われた。人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ、私がそれを食べると、それは蜜のように口に甘かった。主は私に言われた。人の子よ、イスラエルの家に行き、私の言葉を彼らに語りなさい。神の言葉、神に感謝。主よ、あなたは永遠の命の言葉。神よ、あなたは私のすべて。あなたの言葉を私は守る。あなたの教えは素晴らしい。すべての金銀に勝る。主よ、あなたは永遠の命の言葉。あなたの里しはとこしえに、私の宝、私の心の喜び。私に慈しみを表し、掟を授けてください。主よ、あなたは永遠の命の言葉。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。私は心優しく、へりくだるもの。私のくびきを受けて、私に習いなさい。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ。決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が、天の国で一番偉いのだ。私の名のために、このような一人の子供を受け入れる者は、私を受け入れるのである。これらの小さな者を一人でも、軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは、天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。
あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹より、その1匹のことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。キリストに賛美。あなたの平和運ぶ。
つか